こんにちは、ミルキーブルーです。ちょっとね、日々ね、やっぱ新型コロナがまあ猛威振るっててね、もう世界中ですごいことになってきとっちゃけど、まあ、韓国もそうやし、まあ、イタリアとかね、中国、イランもものすごい感染率、もうアメリカなんかね、ほとんどの州とかも外出禁止ぐらいになってきようもんね。とにかくこんな危機的な状況、こんな世界を見るとは思ってもなかったし、やっぱなんかね、こう現実じゃない気がするっちゃね、あまりにもとんでもなさすぎてね、経済もとんでもないし、これが現実かいってちょっと思うんやけど、ちょっとそういろいろ考えよったら、なんか変なね、うがった妄想というか変な想像してしまったんやけど、まずね、ちょっといろいろ言っていくと、まず愛知でコロナばらまき男っておったんや、なんかウイルスばらまくぞって言って、この人はまあ死んだんやけども、まあ、なんかネットではね、このばらまくぞって言ったフィリピンパブに行った人が元暴力団で反社とか、まあ、複数の前科持ちとの噂とかがあったりして、まあ、結構悪い人だったみたいなんだけど、まあ、それとね、イタリア、これ相当今感染者広がってるけど、イタリア人の致死率がその今 8.3% らしいんやけど、でしかもね、こう推定でね、この死んだ人の 72% が男性という情報が入ってるよね。まあ、イタリア人の男性といえば女ったらしで、めっちゃ女好きのね、まあ、ある意味まあ悪いというかね、男ってまあそういう生き物かもしれんけど、まあ、ちょっとイタリア人の男性ってちょっとね、日本人とかと比べてそう悪者的な、そんだけエロいね、人種とそんなイメージがあるけど、まあ、そういった罪がありそうよね、その女たらしで、あと子供がね、この新型コロナって、まあ、かかっても軽症ですよ、ね、まあ、死者とか今出てないし、まあ一番若いので韓国で 10代の子がなんか亡くなったとかニュースであったけど、まあ、そういったのをね、総合的に考えると、悪い人、悪いことをやってきた人とか、そういうのが亡くなってるんじゃないかというふうな、そういう考えに至って、でまあ、ミルキーブルー結構ね、やりすぎ都市伝説が好きで、まあ、関秋代のやつとかを見よったんだけど、その関がね、ずっと言ってた人類選別が始まるとか言よってん、それがこれなんじゃねえのって思ってね、まあ、今まで悪行をやってきた人が選別されてね、コロナで重症化して亡くなるみたいな変な妄想なんやけど、まあ、ちなみにね、人類選別はどういうこと言ったかというと、新しい価値観に対応できる人間の身を地球に残す、これどう考えても新しい価値観に今から切り替わるっちゃんね。あと関がね、 YouTube でなんか沈黙してるのも気になるんよね。なんか普通人類選別始まったよとか言いそうな気がするんやけど、なんか沈黙をね保ってるやん。まあそんなこんなね、今日はね、ミルキーブルーの、まあ、うがった妄想をちょっと話してみました。まあ妄想なんで、まあ、人類選別と関係ないとは思うけど、まあ、とにかくね、これからまだまだ厳しいんで、もう情報をね、逐一ネットで仕入れて対応していきましょう。まあ、備蓄をね、忘れんように、みんな。それじゃあ。